グロービス知見録。本当に今シーズンはこういった状況で途中で中断になってしまってですね、まあ、プレーオフ行くチャンスもあったので本当に残念に思っています。で今、まあ、こういった状況になってですね、我々とにかくピンチはチャンスだというようなですね、気持ちで取り組んでいこうということで、もうとにかく今できることに全力を尽くして取り組もうということで、まあ、まずはそのシーズンの応援に対してですね、感謝を伝えるような、まあ、ファンイベントをオンラインで実施をしたり、またこういった状況ですので、マスクをですね、ロボッツのオリジナルのマスクを販売しようということであったり、また本当にお世話になったスポンサーの企業の皆さんのですね、テイクアウトとかデリバリーのサービスですとか、グロービス学び放題のようなオンラインのサービスもですね、含めて、いろいろご紹介をして、お家で楽しめるものを、紹介していこうと。でまたバスケットボールスクールも本当にもうトライアルなんですけども、遠隔でですね、オンラインでこう実施できないかなということも今、トライをしています。ただとはいえですね、やはりコロナウイルス感染症の拡大が今後、まあ、長期化するということの懸念もありますので、本当にその不確実性と向き合う中では、そのリスクと向き合ってですね、サバイバルといいますか、しっかりこのクラブをなくさずに延命していくということも大事だということで、まあ、本当についこの今日からですね、オークションであるとか、クラウドファンディングであるとか、チームに支援をしていただけないかというような呼びかけも始めています。まあ、地方創生というのは本当に地方にいかに人を集めてお金を集めるかということになるので、まあ、こういったコロナウイルスの状況で、まさに人がの動きが止まったりお金の動きが止まるということは、まあ、交流人口を拡大する、まあ、地方創生ということにとってはですね、本当に打撃が大きいんですね。でこういったことってなかなかオンラインでこう代替できるものでもありませんので、本当にそのホテルやレジャーといった観光業ですとか、あとまあ茨城でも本当美味しいものたくさんあるんですけども、そういったレストラン、飲食業ですね。また水戸は芸術も盛んなんですが、そういった芸術、芸能、まあ、我々のようなスポーツの活動も本当に全部すべてが止まってしまっている状況で、まあ、今言ったようなですね、ことというのは本当にリアルでないと提供できない価値なんですね。ですね、そういったその地方創生の柱となるコンテンツが本当にダイレクトに影響を受けているという状況なんです。ですので、もちろん、オンラインでできることですね、水戸の良さ、ロボッツの良さを伝えるということは当然やっていったりですね、できることをというとやっていくということはあるんですけども、やはりそのリアルに皆さん集まっていただいて、遠くから来ていただいて、経済活動をしていくということにおいては、やはりその今、まあ一旦その、なんて言うんでしょうね、この状況を受け止めるしかないわけですので、本当にコロナウイルスの拡大が収束した後にですね、しっかりそこからもう一回そのアクセル踏むんだというところに備えていくということは今、まあ重要なのかなというふうには考えています。いや本当にですね、スポーツというのは、こう、社会が困っているとか、そういった時にこそですね、何ができるのかということを考える立場であるというふうに思っているんですけども、ただ今のような状況で言うとですね、やっぱりスポーツである以上、その安全とか安心とか健康ということですね、これが本当にもう第一ということになりますので、まあ、今のそのウイルスが、まあ、拡大している状況においては、また今の情勢を踏まえては、やはりその活動をやめる、中断するというのはもう、まあ、大切な重要な判断だなというふうには思っています。で本当にスポーツというのはこう皆さん、ね、こう楽しんでいただくものなんですけども、衣食住のように本当に最低限生活をする上で必要なものかと言われると実はそうでもないというものなので、ただまあ我々ができることというのは夢や感動を提供すること、地域を盛り上げること、そんなコンテンツだというふうに考えていますので、まあ、今は何もできない、まあ、できることは限られているとしてもですね、コロナの影響がまあ落ち着いてですね、今後、まあ、みんながじゃあ頑張っていこうかといったときにですね、やっぱ今皆さんどうしてもこう、なんでしょう、こう、どうしても暗い気持ちになってしまったり、なかなかこう人と会えないという状況の中で、こうね、関係性も希薄になってしまったりなんていうこともあると思うので、やっぱりスポーツというのはそういった気持ちをね、元気づけたりだとか、こう人々が出会ってみんなで楽しむ場、そういったコミュニケーションができる場だと思ってますので、そういったまあ気持ちや人間関係みたいなものをしっかり改善回復できるような役割を果たしていくべきだろうと思ってますので、本当に早くですね、ことが落ち着いて皆さんと一緒にまたホームゲームで、楽しんで夢や感動をこう共有するなんていうことができればなというふうには考えています。